今から約20年ぐらい前に、俺はバンドをやりながらギターを探してて、その時に335っていうギター、ギブソンのね、335っていうギターを知って、なんかね、当時は地元の楽器屋行って、多分ね、結構人気がなくて、正月に行ったんだけど、定価の半額でこうお店の壁にかかってて、それがすごく気になって弾いたら、なんかしっくりくるなと思って、それから俺は335っていうギブソンの ES335 っていうギターをずっと使い続けて、それ一本でしばらく、多分7、8年、10年近くそのギター一本でずっと弾いてたら、いろんなところからギターを通してね、出会いとか話があって、今ではこういう自分のモデルのギターをギブソンが作ってくれたっていうね、それはもうギタリストとしてはこれ以上光栄なことはないぐらいのことなんだけど、そういうこともすべてなんか、その時の20代の俺がそのギターを選んだっていうことにね、すごく意味があったのかなとか、でそれを使い続けたことにすごい意味があったのかなとか思って、でも結局はなんか直感で、最終的には、当時は音なんかよくわかんないし、なんかかっこいいなとか、なんか弾きやすいなとか、音がいいなとか、そういう自分の感覚だけで決めてきてた気がしてて、なんかね、楽器をこれから始める人とか、ギターを新しく変えたい人、新しいギターを触ってみたい人とかは、なんか、まあ俺が言うのもね、ちょっと、おこがましいかもしれないけど、自分の感覚でいろいろ、人がかっこいいからとかじゃなくて、かっこいいって言うからとかじゃなくて、自分がこう思うからとかって決めていくと、言い訳もできないし、一つのことを通してやっていけるんじゃないかなとか思うので、皆さんもギターを始める人とかね、楽器を始める人は、そんな素晴らしい出会いがあるといいなと思うので、ぜひ試してみてください。